アマル・ジャワンジョティは1971年の第三次インパ戦争後、戦争中に没したインド軍の戦死者や無名戦士を追悼するために建設されたインドの記念碑である。1971年12月に建設され、1972年にインディラガンジー隣席のらく成した。アマル・ジャワンジョティはニューデリーのラジパースのインド門の下にあり、大理石の台座の上に、 慰霊碑が置かれている。慰霊碑の四法はアマルジャワンと金色で刻まれており、その上には L1A1 自動小銃が立て置かれ、その上には軍用ヘルメットが乗っている。台座は4つの壺で囲まれており、そのうちの1つには絶えず燃え続ける炎がある。無名選手のヘルメットが被せられた L1A1 自動小銃が置かれた。 異例日1971年12月3日から1971年12月16日までの間、インドは東パキスタンの独立戦争でパキスタンと軍事的に対立した。バングラデシュの建国はインドの援助を受けており、その過程で多くのインド兵が命を落とした。第三次インパ戦争後の12月、インディラガンジー首相はパキスタンに侵攻して戦死した。 無名戦士を追悼するため、インド門の下に、アマル・ジャワンジョティを建立するための予算を補助した。1972年1月26日、インディラガンジーによって、正式に記念碑が落成した。1972年以降、毎年共和国記念日には、大統領、首相、航空幕僚長、海軍幕僚長、陸軍幕僚長、 高官がアマル・ジャワン・ジョティにリースを置き、死者や無名戦士に敬意を表するのが慣例となっている。2020年、インドのナレンドラ・モディ首相は、共和国記念日の際、インドモンの代わりに、国立戦争記念碑にリースを置いた。主要建造物であるインドモンは、1921年にエドウィン・ラッチェンスによって建設されたものである。1971年にインド門の下に、 アマルジャワンジョティが追加された。アマルジャワンジョティはニューデリーのラジパースのインド門のアーチ下にある。大理石の台座からなり、その上に慰霊碑が置かれている。慰霊碑の四方にはアマルジャワンが金色で刻まれており、その上には L1A1 自動小銃が置かれており、その重心には無名兵士のヘルメットがかぶせられている。台座は四つの壺で囲われており、 そのうちの一つには1971年から CNG を使用した炎が燃え続けている。炎の管理責任者はアーチ下の部屋で燃え続ける炎の隣に住んでいる。1971年から2006年までは LPG を燃料とし、2006年からは CNG を燃料としている。四つの壺にはそれぞれ炎が出るが、一年を通して四つの炎のうち、 一つだけが燃やされる。インドの独立記念日と共和国記念日にはすべての壺が同時に点火される。アマル・ジャワンジョティはインド陸軍、空軍、海軍の兵士によって24時間体制で有人警備されている。2011年9月9日、ニューデリーのアマル・ジャワンジョティで敬礼するキルギスのアビブラー・クライベルディエフ国防省1971年の 第3次インパ戦争後に建設されたアマル・ジャワンジョティは、バングラデシュの独立をもたらした紛争で命を落とした死者と無名戦士を記念している。燃え盛る炎は不滅とされている。ありがとうございます。